スリーを狙っていきます。リバウンドはテレンスキング、セカンドチャンス福島、菅のいいスリーポイントを持っている。1本目決めていきました。ここ何試合かもそうですが、山形はこのゴール下インサイドの攻撃に対するディフェンスというのが大きな課題になるわけですよね。そうですね。さあベル1本目来ました、スリーポイントシュート。加藤につくのは村上、エチェニケのスクリーンがっちりとはまって決まりました。フェイクを入れて落ち着いて決めました。アイバナーガスに入れます。ここは高橋光平の対応、アイバナーカスの得点です。アイバナーカス、林のアタックが決まっています。ベテランの田渡り、ベルからロックパス決まっています。ホリフィールド、リバウンドエチェニケ、キングがフォローです。セカンドチャンス、加藤のスリー、3本目です。こちらはベル、フェイントアタックしてホリフィールドに合わせました。菅野に渡して外の加藤、4本目なるか、来ました、絶好調。今日初スタメン、ただここはディフェンスにあった、走っている、しっかりと合わせていきました。アイバナーカス見事なダンク。このスリーもあっていい流れを継続しています。そうですね、加藤選手は第3クォーターだけで10得点ですからね、はい、前半8得点で18点ですよね。ベル、キングがついていく、こうして決まった、エンドワン。戻して土屋、リバウンドはここですね、リバウンドは福島です。そしてエンドワンです。こういうゲームって意外と戦いにくいんですよね。今14点差ですよね、はい、ただ時間がたっぷりあるわけですよ、はい、アダムス経由してベルです。しっかりと守っているが、ゴール下に走っていたのはホリフィールド。さあ全員で攻撃の意識を統一していけるか。そうですね、今はセルフリバウンド個人技で決めましたけども、はい、1人に対してディフェンス4人ですからね、はい、最後までディフェンス、そしてオフェンス、何かこう噛み合わなかった、そんなゲーム1となりました。一方でアウェーの福島は見事な攻撃、